じゃあそのね、そういう宇宙の法則、宇宙のエネルギー、創造維持破壊というエネルギーを取り込む呼吸法があるので、今日はまずそれを一緒にやってみたいと思います。でマントラがあるんですよ。マントラ、生み出す創造のマントラがあーということね。で維持繁栄するマントラ、うーってやつで、破壊、なくなっちゃうのはうーんっていうのね。でこれな、あーうーんっていうマントラなんですけど、これはなんでですか。あはね、始まりの音なんですよね。あっていうのは口を大きく開くので、始まり、エネルギーが一番強くてね。でうーってなると口が少し閉じるので、そして最後うーんで閉じちゃってなくなる、わかります。そしてみんなちょっと声を出してもらうと、あーうーん、あーうーんってちょっと声を出してほしいんですけど、そうするとあーの音、あーって出してみてください。あーってね、あーってどこで響いてますか。次うーってやってみるとね、どこで響いてますか。うーんってやるとどこで響いてますかね。あーの音、わかります。黙ってる時はあの音はどこにもないんですよ。であーと思って言った途端にここから音が生み出されますよね。すごくないですかこれ。何もないところから音が自分の意思の力で発生するの、生み出されるんです。ここであーでしょ、そしてうーになるとここで発生したのがどこに響きます。口の中に響きますよね。ここからこう移動していくんですよ、口の中に。うー、そしてうーんは口を閉じないとできないので、必ず唇が響きますよね。うーんでね、わかりますか。ここで発生したものが途中口の中に、自分の体の中に広がって、最後はうーんで唇から自分の外側に行ってなくなっちゃう。だからこれは創造維持破壊、あーうーんっていうのはそこの宇宙のエネルギーを取り込む、そういうマントラなんですよね。でヨガの経典にこのあーうーん、創造維持破壊のエネルギーがそれぞれどこにあるのかっていうふうに書いてる経典がある。で、あーというのはお腹に響くのね。ここにその創造のエネルギーがあって、で、うーの音、維持するエネルギーが胸にあって、最後うーん、眉間に来るんですよね。だからこれをこう体に響かせるという呼吸法をやってみたいと思います。で、やり方はね、息を吸って、で息を吐くときにあーうーんって唱えてる。でね、吸うときムドラーっていうのがあって、だからエネルギーを取り込むので、そのエネルギーをより体中に浸透するようにっていうのがその手の形、ムドラーなんですよ。で吸うときね、吸うときのムドラーはこう手を開く、そして交差します。親指と親指を引っ掛けて胸の前で、で鼻から深く息吸ってね、親指をこう引っ張り合う。で吐くとき親指を握ります。そしてあーうーんって響かしてくね。 OK。 で吸って吐くときにあーの音はお腹ですからね、これエネルギーなので、エネルギーが逃げていかないようにバンダっつって円を締め付けます。円を引き上げる。で円印っていうのはね、自分これは練習しないとなかなか円印だけ締まらないから、できなかったら肛門を締めてください。エネルギーが下から逃げていかないようにこうキュッと締め付ける感じね。で、あーの音をお腹に響かせる。でお腹をね、あーって言ってとだんだん引っ込んでくるから、まあイメージだから厳密じゃなくていいけど、なんとなくね、半分ぐらいお腹が引っ込んだらうーに切り替えて、今度は音の響きを胸に響かせます。でこの時はここのエネルギーを胸に引き上げるので、下腹部をね強く引っ込めるパンダ、縁も締めたわね、あるいは肛門締めたわね。でうーでここに来て、で最後残りお腹引っ込めて、あと残り 10% ぐらいだなっていう時にうーんでここに来ますから、その時は喉を締めるパンダね、背骨まっすぐで下を向いて顎を喉だとか胸にグッと押し付ける感じで、うーんがここに響くっていう。 OK ですか。続けるとこんな感じね、息をこのムドラで鼻が深く息吸って、で親指握って、あーの音は
縁を締める、縁か肛門を締める、あそしてう下腹部を締めて胸に響かせて、最後はうーん喉を締めて眉間に響かせるっていう。 OK、 これがだからね、その宇宙の根本的なエネルギーだよね。創造されて維持されて破壊されて、これをこう体中に取り込むので、体と心がねものすごく元気になりますから、じゃあ一緒にねやってみましょう。で親指を胸の前で交差してね、手を広げてね、じゃあ鼻から吸って、で親指握って肛門を締めて、あー下腹部を締めて、うー胸に響かせる、うー最後喉を締めて、うそうそうそう、で完全になくなったのをね、音が消えてこの世界からなくなったのを感じてから、もう一回